このスラムで訴えたいのは、日本人がね、ないがしろにされてるっていうことなんです。今、奨学金の問題がどれぐらい大きいか。半分の学生さんが、お金がなくて、仕方がないから奨学金を借りる。平均で400万のお金を、22歳で大学を卒業したその瞬間からですね、返さなきゃいけないんです。一体どれぐらいの年月がかかるか。20年です。今日は42歳で400万の奨学金を返してる日本人の子供たちが、あなたたちのお子さんが、あなたたちのお孫さんたちが必死の思いをして返しているその真横で、国費留学というとんでもない制度をですね、日本は進めております。朝鮮人はもちろん、いろんなところから優秀な学生とやらを日本に呼んできて、その学生たちには入学金、授業料、減額免除、そしてそれだけじゃまだ飽き足らない生活費が大変でしょうということで、一月に17万円の支給をしている。おまけ付きで海外からですね、来てるんだから帰るのも大変だ、だったら幸福の交通券ですね、航空券を年2回支給している。これだけ至れり尽くせりが国費留学制度というものです。先ほどから言ってる通りです。必死の思いをして一生懸命返してるその子供たちがいる一方で、ただ外国からやってきて日本でですね、高等教育を受けて、そして帰るだけの人間が、日本政府の手厚いですね、手厚い支援の下でぬくぬくと暮らしている、こんなことが許されるかい。ええ加減にせえや。これ進めてるの自民党ですからね。この留学生問題、奨学金問題、東京都知事としてどうやって解決するのか。これはもうすでに前回前々回と同じことを言っております。外国人生活保護を即時廃止すること。そうすることによって400億円は東京都が支出してるんです。400億円返ってくるんですよ。その400億のお金を使って、奨学金に苦しんでる生徒さんたちに、東京都在住ですけどね、東京都の学生さんにお金を給付してあげればいい。これが桜井の訴えなんです。外国人生活保護、この問題は本当に一瞬で片がつきます。もし桜井が都知事になったら、その瞬間に窓口閉鎖を命令します。